ホテル近鉄ユニバーサルシティは大阪府大阪市小野花区にある近鉄グループのトホテルズリゾーツに加盟するホテルの一つ。株式会社近鉄トホテルズが運営。ユニバーサルスタジオジャパンのオフィシャルホテルの一つとして2001年7月にユニバーサルシティウォーク大阪内に開業した。高さ93.6メートル。 usj 利用のファミリーやグループ客を主なターゲットとした客室主体のホテルで建物内のレストランもバイキング形式のカジュアルスタイルとしたほかオートヤやマクドナルドといった外食チェーン店が入居、チェックイン前、チェックアウト後に荷物の預かりを行うコインロッカー設備など従来のとホテルブランドのホテルとはサービスや設備が異なっているのが特徴である。また、 これまでの近鉄グループのホテルは多くがとホテルのブランド名を使用していたが、本ホテルは初めて名称に近鉄を冠することになった。なお、2019年にグループ各ホテルの名称変更を行ったが、当ホテルは変更せずそのままとなっている。2021年3月25日に近鉄グループホールディングスが発表した。 ブラックストーングループへの売却対象ホテル8つのうちの1つに含まれ10月にブラックストーンが過半を出資する会社が所有者となる見通しである。運営は近鉄グループが継続し施設名、従業員の雇用は維持される予定である。ありがとうございます。